ワックスの使い方について説明します。ワックス大きく分けて、2つあります。ホワイトワックスと言われるもの、まあ、ホワイトというかあのクリーム色ですけどホワイトワックス、それから私があのタイイングでよく使うコブラワックスですね。でコブラワックスはこう手で持ってますと、粘土のようにちょっと柔らかくなってきます。で、コブラワックスはですねウェットフライとか、そういったところであのウィングをつけるとき一箇所だけしっかり留めなきゃならないときですね、そういうときに使うものです。で、だいたいこのぐらいの大きさですね、これよりちょっと大きいぐらいの大きさなんですけど、それをいくつかに切り分けて、細長く自分で成形して使いやすいような形、こういう形がまあ使いやすいので私はこういうふうにしてますけど、スレッドに10センチぐらいだけ必要な時だけ塗る、これがコブラワックスです。粘着力は強いです。ただし、黒いですから、白いスレッドなんかに塗った場合には、白がちょっと汚れた形になっちゃうので、それを嫌う方はちょっとどうかなと思います。その部分だけしっかり止めたいとき、どちらがよく止まるかというとコブラワックスの方がよく止まると思います。そういう場合はコブラワックスです。で、じゃあホワイトワックスはどうなんでしょうかということになるんですけど、最近はですねこういったスレッドがあるんですけど、ずっと昔ですね、もう20年ぐらい前はスレッドはもうこういうところがあの汚れてるぐらいワックスがついてました。で、ボビンホルダーに通しますとボビンホルダーのチューブの中にワックスが溜まって糸が通らなくなるぐらいワックスが溜まったものです。最近のものはほとんどワックスがついてないような形になりますので、あえてですねあの使わなくてもいいですけど、それでタイミングできればいいですけど、使う前に特にあの初心者の方ですね、なかなかマテリアルがうまくつかないっていう方は、ホワイトワックスをですね、これは事前に全体的に塗るワックスです。で、手で持ってても溶けるようなことはないです。スレッドをこうボビンから出しておいて、こういうふうに、引っ張りながらつけてきます。そこをねじれたりしますから、ねじれて切れたりしないようにですね、このように、つけてきます。で、1回ではなくて往復させる形ですね、こういうふうにこういうふうに、往復させる形。今ので1メーターか2メーターはやってますけど、1メーターか2メーターぐらいあれば相当フライは巻けると思いますのでね。で、このように、巻き戻すと、そうすればワックスがこの部分だけ効いてますので、タイミングの前にですね、なかなかタイミングがうまくいかない、そういう方はぜひこのホワイトワックスですね、そんなに高いものでもないです。ホワイトワックス、普通のところで普通のものを買えば300円ぐらいで多分買えると思う、一生ものですのでね、こういったものを使っていただくとよりタイミングがあの楽しくなってステップアップしていくと思います。上手な方っていうのは多分そういったところ、ちょっとしたところで、抜きに出てるんだと思いますね。ホワイトワックス、コブラワックス、あとリギットワックスなんてのがありますけど、それはベタつきがあってですね、ダビング剤なんかをつけたりするときに使いますけど、通常はこの2つで十分足りると思います。ワックスの使い方でした。